これエアロドライウィングのオレンジですけども、逆光用だったらブラック。ここにこれは一種のウィングをセットする時のストッパーも兼ねてるんですね。でこれをアイのほんのちょっと後ろにこうですね。これウィングセットしたら後ろへ引っ張りますんで、この状態であまりぐるぐる巻く必要もないんですが、このぐらいでいいです。エアロドライウィングの07のダークグレーですね。これシャックとしてつけてみますけども、このボディも一応これダビングで巻きますけども、自分の好きなバイオットボディでもいいし、いろいろなお好みのやつで構わないです。ここにウィングつければもう出来上がりってことですね。でウィングはフライング4を二重にヒートレイヤーしたのが、今2つに折ったのがここにあります。ウィングの幅はこのぐらい、もうここにただ切るだけ、ポンってこうです。でこれもし作りたい数だけこうまとめて切っとけばいいわけですね。実際のナチュラルよりほんのちょっと細めぐらいの感じでいいと思います。はじめ下から今引っ掛けましたね。下から入れて上にこう張った状態で、このところをスレッドでここに持ってきます。でこの上のこのところをほんのこれ仮止めしまして、この後ろ側をウィングの後ろ側をフィギュアへと2回します。ここに1回、2回以上する必要ないですね。これで十分です。でこれでヘッドを止めてしまいます。まず直角に作りたいウィングの、これハサミを斜めに入れると長さが最後違ってしまいますので、こういうふうに切っちゃいますね。でこのこちら側のところをこういうふうに斜めにこういうふうにカットするんです。こういうふうに、こっちも、こうですね。だからこれね、後からカットすると一見やりづらいようなんですが、長さはこれで揃ってますんでね、案外慣れるとそんなに大変なことじゃないです。こういうことですね。でこのインジケーターの部分はウィングと同じかほんのちょっと短いぐらいで、ピントを張っといてカットするとちょうど平頃の長さになるんですね。でこう横から見て少しオーバーすぎる部分は少し取り、こんな感じ。下から見るとこういう感じです。ウィングの下側のところにほんのちょっと、まあヘッドセメントでもいいし、これは UV シーラーですけどね、ほんのちょっとここへ、ほんのちょっとです。あとはここもなくても大丈夫ですけどね、ほんのちょっと。前からチェックして、後ろに少しこう後退翼になってるんですけども、ちょうど ついた感じがサイドワインダーのノーハックルみたいな感じで下にこう出てますよね。これがね、実際のカゲロはこうじゃないんですけども、フライとしてはこのが収まりがいいんですね。どっちかっていうとこれがインジケーターとスピンセーバーが上についてますよね。で下側にこうになって両方からこういうふうに構造になってますんで、わりかしガサバヘッドもちっちゃくできるし、でここでチェックしてシャックが長いようだったら少し調整すると、こんな感じです。簡単でしょ。これをですね、これよっちゃんぐしゃぐしゃっと、であとは下からつけて、要するにループウィングですよね。でこれを後ろ側にですね、こういうふうに、ウサギの耳じゃないけどこんな感じにします。でここは斜めに、でここのところに
意外と。で、この後ろに普通に作ればいいんですよね。例えばこの後ろに、まあ、こんなもんでもつけるとかね。これだから先にテールつけといてもいいんですよ。先にテールつけといて、自分の好きな、いつも慣れてる方法で、あとはここにボディ巻きがいいってだけの話ですね。このオレンジ色のインジケーターの部分なんか、この、うちの中で見ると、すごくやぼったく見えるんですけども、これ釣り場に行くとすごくありがたく見えるんですよね。この場合はね、少し短めでいいです。これスピンセーブっていうふうな意味で見えればいいんですから、こんな感じ。これが、こういう感じですね。少し後ろにこうやった方がいいですね。こういう感じ。実際こういうんですよね。これコカゲロウですけども、こんなような感じでドリフトしてるんですね。ドリフトしてる様子は、刈田さんのあれで見てください。こういう感じですね。ここに2つ折りにして、こう下から引っ掛けるんですね。で、こういう状態にまずしますね。で、これを後ろ側を、いや、一重だと柔らかいんでね、結構レイヤーした方がやりいいんですけども、同じことをですね、2回回して、これに例えばこの前にハックル巻くとかね、これ前分からないでやっちゃいますけども、これなんか水面直下に沈めちゃうやつなんかに少しこのぐらいの感じにしてもいいですけどね。こんな感じによくこんなのが流れてますよね。ダークグレーのウイングにすればマダラなんかの水面直下で使うやつですね。皆さんが DDDD って言ってるやつ、それなんかに使いますね。ここに CDC をこうポンって乗っけて、ここにこう乗っけちゃってもいいし、CDC、まあ、乗っけたことでいいか、これこれだとなんか二重にしたんとはまた違うような感じにはなりますわね。お好みですよね、自分の考え方で。こういう上から見ると頭こんな感じ、スペントみたいな感じの落ちこぼれちゃったやつですね。カディスのアダルトですね。スローウォーターカディスのカテゴリーです。今度は CDC をインジケーター兼この上にセットする例をやっています。で、このところに今ウィングを刺しますんで、これもね、ウィングはね、さっきのメイフライと同じ感覚ですね。同じテープ状に切ったやつを、で、今度はメイフライと違って少し水平方向気味に引っ張っておいて、こういう感じですね。CDC の両側にウィングが出るような格好なんですけども、実際のカディスの構造とはちょっと違うんですけどもね。これで仕上がるとカディスっぽくなっちゃいます。ほんのちょっと残しといた感じ。これをほんのちょっと。で、この状態でここ斜めにカットしますね。こういう感じです。まあ、要するに CDC カディスの両側にこのフライング4がこうついてるみたいな形になるんですけども、この黒っぽいウイングのちっちゃいカディスって案外食われてるんですよね。これアイロンで先ほどヒートレイヤーしたやつが本来で挟んだやつですね。で、こういう状態になってます。で、これをテントウイングに切るのに、こうまず切っちゃいますね。
これ別にこういうヒゲ長のこういうテントウイングじゃなくて、もっと好きな形に切ってもいいんですよ。これヒゲ長って皮によってうんとでかいのがいるところと、そんなにでかくないのとかいろいろですからね。ご自分の皮にいるサイズに合わせて。よく見ると全部違いあるんだけど、どれ取ってもアサリと同じで、ヒゲ長みたいな感じになっちゃうんで、ね、ボディ今作ります。ボディはダビングで今仮にオポッサムっていう、別にこじゃなくていいんですよ。たまたまこれが今気に入っちゃってね。ここにアンダーウィングとパラシュートポストを兼ねたラムズウールっていうか、まあムートンと同じですよね。こう白いちょっと多めに取って、こちら側をまあコームとか指で取ってもいいんですけども、少し浴びて、でティップ側をですね少しこうちぎります。このぐらい、これをアンダーウィングとしてこの上に乗っけます。これは後で短く切っちゃいますけどもね。で、ここにですね、このところにさっきのこのハディスのウィング、これ乗っけるんですけども、こう真ん中を裂いてもいいし、このままでもどっちでもいいです。真ん中を裂く場合は、全部裂かないでね、途中まで。で、なるべくストーク切らないようにして、このストークは残しておくんですね。このパラシュートポストの後ろにこれをつけます。こういう感じですね。ここにハックルを、これパラシュートで巻く手とね、こういう縦でどっちでもいいですよ。これパラシュートで巻いてもいいし、これも好きなだけ自分のお好みの量を巻いていただければいいです。これはまあ好きな長さでいいんだけど、こんな長くしないで、まあ、このぐらいちょっと大きめになってますけどね、これ後でちっちゃくもできるんだけど、これフロータントつけてこうやると、ま、玉ころみたくなっちゃうんですね。でこれは裂かないで普通のテントウイングのまんまになってますよ、こっちは。でこれパラシュートにしないでもね、こういうのでもいいんですよね。沈めても浮かべてもいいみたいな人もいいし、ヒゲ長の、まあ、デルタウィングのなり損ないみたいなやつですね。こういう、だから見るとこう、このフライングフォーがこれフェザーとも一体化してますんでね、後ろ側にこうぼやんと見えてるんだそうですね。でこっちからこう、こういう感じです。